やば、こんなところにちょっと待てよ、これやばいじゃないか。液体が固体になりました。皆さんこんにちは、いちおか元気です。今回はですね、おなじみのこちら液体窒素を使って実験していきましょう。液体窒素の氷が見てみたいですというねリクエストいただきまして、液体は見たことあるかと思います。でもね、固体固体見たことある人少ない。え、もしかしたらいない。今回はね、この液体窒素を凍らせることができるかどうか実験しましょう。ね、単純なやり方はですね、融点ですね、この液体窒素が凍る温度まで下げればいいんです。水であれば0度ですよね。水を0度よりも下に下げると氷固体になります。液体窒素何度にしてあげればいいかっていうと、まずね、今の状態はマイナス196度です。で、この液体窒素が凍る温度マイナス210度です。たったね14度下げればいいだけなんです。さあ、どうやって下げるか。ほとんど方法はないです。一つあるとして、液体ヘリウムっていうものを使えばですね、声が変わるね、ヘリウムガスありますよね。あの温度がですね、液体になった状態マイナス269度なんですよ。ってことは、簡単にね、液体窒素を液体ヘリウムの中に入れるだけで固体になりますよね。液体ヘリウムってね、今めちゃくちゃレアになっていて、手にも入らないし高いし、そしてね、やっぱ医療に結構使われたりするんですよ。こういうね、エンタメやってる人がね、手に入るものでもないということなので、液体ヘリウムを使わないで凍らせる方法がね、あるかもしれないのでね、実験してみましょう。さあ、じゃあまずね、液体窒素で試す前に、こちら水ですね、水で試してみましょう。で、もう一つ使うのがですね、こちらね、真空ポンプですね。で、ここにつながっていて、これは真空槽っていう、真空にするための水槽ですね。この水槽の中に水を入れて真空にしたら水はどうなるでしょうか。実験しましょう。ではスイッチオン。このメーターを見ていてください。だんだん真空になってきました。ちなみにね、真空の定義っていうのはね、今のこの大気圧よりね、少しでもね、空気が減ってればもう真空って言われますね。完全に空気がない状態ではないです。なんかほら、急に白くなってきましたよ、下の方が。周りでね、プチ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 泡が見えますね。まず一番最初はですね、水に溶け込んでいた空気が出てきます。はい、プク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 とね、激しく泡が出てきました。これはですね、沸騰してるんですね。沸騰っていうのはね、普通ね、大気圧の状態で水だと100度で起こると言われていますが、空気が薄くなると100度じゃなくても沸騰しちゃうんです。富士山の上とかだとね、80数度で水が沸騰してしまうっていうのも聞いたことあるかと思います。ちなみになんでかっていうとですね、物の温度っていうのはね、このね、分子の運動なんですね。固体になるとね、こうゆっくりになっていって、絶対0度で完全にその分子の温度が止まってしまう。だからそれ以下のね、温度にはできないわけですけど、温度が上がっていくとだんだんこう震えていて、で、融点を超えるとさらにね、震えるようになって、で、さらにね、沸点100度になるとこう震えが激しくなって、でこの震えをこう上から空気でこう抑え込んでる状態、空気をね薄くして、空気がなくなるともう抑え込まれなくなって出てっちゃうみたいな状態になって、100度じゃなくても空気が薄いと蒸発してしまうという状況なんですね。まあ、なので抑えつけるね、空気の圧力がなくなってどんどん沸騰している今は状態ですね。はい、ということで1時間が経ちました。何も変化が起きません。ある変化が起きるはずなのに、機械がおかしいかもしれないので、このね、水槽を変えます。もしかしたら空気が漏れてるのかもしれないですね。よし、ではスイッチオン。こんな分かるっけなあれ、アマゾンじゃなかったかな。今あれです。こんな分かるかなあれ、あれ、あれ、あら、目を離した隙に一瞬で氷になりました。ということで、これなんで凍ったかというとですね、水がね、蒸発するときにですね、水から熱を奪うわけなんですよ。そうすると温度が下がって凍ってしまうということなんですね。ちょっと取り出してみましょうか。はい、
おお、ちゃんと凍ってますね。こんな感じでね、氷になっていることがわかるかなと思います。ということでね、この方法を使えば気化熱で液体窒素自身がどんどん冷えていって凍るんじゃないかと。さあ、初めてのね、液体窒素の答えを皆さんにお見せしましょう。まずじゃあちょっとここにね、液体窒素を移します。では液体窒素を真空槽の中に入れます。よし、ではこれを真空ポンプで引いて液体窒素の氷を皆さんにお見せしましょう。ではスイッチオン。なんか沸騰が弱くなってきましたね。あ、また沸騰した。え、面白い、沸騰と沸騰しないのを繰り返してます。液体窒素マイナス196度で沸騰するのに沸騰しなくなりました。でもさっきの水もね、凍る直前なんか急に沸騰やみましたよね。同じようなことが起きてますね。四角だから取りにくいんだね。やば、液体窒素がこんなところに。ちょっと待てよ、これやばいじゃないか。やばいよ、あ、蒸発した。全部どうにかなった。怖い、怖いよこれは。何ですか今の。突発、突然沸騰すること突発と言います。やば、危なかった。あ、なんかこの中面白い、なんか白い、なんだこれは。空気中の二酸化炭素とか液体が凍っているわけではなさそう。何これ、これがもしかしてもう、え、凍って、え、うわ、早い。おお、トップツ。え、今一瞬凍ったっすね。今やばかったっすよ。あ、表面凍って抑えられていて、で中で蒸発するからポーンって弾けて、こ、うわ、何これ。あ、来た来た来た。出て、出てき、出てる出てる、何かが出ている上に。何ですかこれは。これが液体窒素の氷です。普通の水の氷と見た目は変わんない。全く、すげえ薄い層がいっぱいできてる。この僕たちが吸っている空気の8割を占める窒素が液体になって、液体が固体になりました。ということでね、固体の窒素は結構ふわふわですね。じゃあちょっとどんなね感触がするのか見てみましょうか。空気をまず入れます。そして取り出します。え、ちょっと待てよ。嫌な予感。やばい、溶けてってる。早く空気をパッと入れて。空気をパッと入れて。ああ、液体。でもまだシャリシャリするよ。まだまだシャリシャリしてる。まだシャリシャリ感あるはずだよ。ちょっと固体の窒素があんのかなこれ。固体の窒素なのか、もう二酸化炭素のドライアイスなのか、ちょっと分かんないとこっすねこれ。水の中に氷は浮いていることがあるから、でも0度だから、え、これ固体の窒素、固体の窒素がもしかしてできたってことかな。はい、ということでね、今回ね、皆さんのリクエストに応じて実験させていただきましたね。僕もね、見たことない面白い結果が現れました。本当はこの動画ね、ショートでやろうかと思ってたんですけど、まあちょっとメインで撮ってみるかとね、やってみたらね、すごい綺麗な結晶が見えましたね。これからもリクエストお待ちしてますのでね、ぜひコメント欄にね、やってもらいたい実験なんかあればコメントいただければと思います。あとですね、まだね、チャンネル登録されてない方がね、8割くらいいるみたいなんですよ。これからね、もっと面白い実験やるね、力になりますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価お願いします。あとTikTok、Instagram でね、こういう情報を事前に提供していたりしますのでね、そちらの方の登録もお願いします。